えでは五十番目平成二十二年遺言書からの問題ですね。えー、では早速やってみましょう。はい、えー、正解肢に関しましてはこれはバツというねことになります。 えー、この問題もあの遺言書のです、ねまあ、作成方法とといいうことになってまいりまり、えーまあ、問題文から夫婦または血縁関係があるものは同一の証書で有効に遺言をすることができますかということなんですけども、まあ、これも、ね、結局無効な遺言ということになってしまいます、えーまあ、夫婦や血縁関係であってもです、ね、いわゆる同じ書面でした遺言というものはです、ね、これは有効にはならず無効ということになるわけですね えまあ49番、足の49番でもね、同じような遺言書のです、ね、作成のまあ方法というものをです、ね、見ていただいたわけなんですけれども、えー、このね、特に実質証書遺言に関しましては、この作成の方法、まあ、どういった形でね、まあ、作成をしていくのかという、その規定がありますので、えー、そのやり方、作成の仕方をね、まずしっかり押さえておくようにしておきましょう。では、以上です。